皆様こんにちは。今回はすべてファミリーマートで買える人気のコンビニコスメ、メディアコスメの縛りメイク第2弾です。ぜひ最後まで見ていってください。まずベースメイクは、冬のくすみがちのお肌に透明感を与えてくれるコンビニ限定のミニシリーズからグリーンの下地を使っていきます。特にくすみがちな目の下あたりから全体へ伸ばしていきます。毛穴も目立たなくしてくれて、赤みやくすみを補正してくれて、お肌のトーンがアップします。次に乾燥する季節にとってもおすすめな高保湿ファンデーション、こちらは手で伸ばしていきます。カバー力もあるのに自然なツヤが出て美しい仕上がりが続くので気に入っています。高保湿でもちろん一年中使えます。こちらもコンビニ限定のミニシリーズで、持ち運び便利なサイズだと思います。グラデカラーアイシャドウの真ん中のカラーをまぶた全体に指でのせます。そしてこちらのハイライトカラーは下まぶた全体にチップで置きます。今度はパープルの右の締め色、上まぶたの際にチップで取り、深みのあるパープルで目を引き締めます。下まぶた目尻3分の1にもつなげます。真ん中の明るいパープルを下まぶた中央に置きます。こうすることで肌の透明感が一気に増す感じがします。ラスティングアイライナーで目の流れに沿って引き、まつげの際を埋めます。マスカラはロングマスカラで丁寧に仕上げます。眉毛はダブルアイブロウのチップで眉毛に沿ってなぞり、眉尻を反対側のペンシルで足し、バランスを見ながら描いていきます。これ大好きなんですよ。発色もいいし、何よりこの付属の筆がふわふわで塗りやすくてすごくいいです。今回は RS03 番を選びました。肌が引き上がって見えるように高い位置に置きます。こちらもミニシリーズのリップ、デートには優しい赤色をチョイス。とっても滑らかで顔色をパッと明るくしてくれます。かわいい色。ミニリップは他にも凛とした赤、華やかな赤、澄んだ赤と3色あります。シーンごとに使い分けてみるのもいいかもしれないです。はい、完成です。メディア縛りメイク第2弾ですが、今回はコンビニ、ファミリーマートに売っているコスメに絞ってフルメイクしてみました。中でもこちらのミニクリームファンデーション、ミニメイクアップベース、ミニリップはなんとコンビニ限定のミニシリーズで500円になります。とってもお手頃ですよね。ミニサイズは持ち歩きにも便利だし、旅行や出先でコスメ忘れたって時や、普段お化粧直ししないから持ち歩かないけど急に夜から予定が入ったって時にもとっても便利だなって思いました。あとお試ししたい人にもいいですよね。こちらのクリームファンデーションは以前から使用していて本当におすすめなので、ぜひコンビニでミニシリーズ試してみてください。そして今日のネイルなんですが、こちらもコンビニで売っているメディアのミニネイルで、手元を美しく見せる肌映えがコンセプトで、お肌が映える素敵なカラーで揃えています。それ以外のコスメも大人の肌映えメイクをコンセプトに、時代に左右されないスタンダードで高品質なメイクアップアイテムをラインアップしています。気になった方は24時間年中無休のファミリーマートさんでいつでもチェックできるので、ぜひ覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。